はい、ソーイ。モンキーパニックはヨッシーです。今日はモンキーパニックスポーツ、略してモンパニスポーツの時間です。2月2日、アメリカでとんでもないスポーツイベントが行われます。その名はスーパーボウル。スーパーボールっていうのはアメリカのアメリカンフットボールの1位を決める試合です。みんなそのスーパーボールっていうのはハーフタイムショーとかは聞いたことあるかもしれないけど、今年に関しては2月2日の日曜日に行われるんですけど、2月2日までの1週間はスーパーボールウィークって言って、その2月2日の試合に向けて会場の周りの周辺会場で1週間にわたってライブでやったりとか、レディーガガとかマルーン5とかもライブやったりとかフェスやったりとかするんですけど、そこにいろんな人が集まったり、あとはまたその周辺のところではいろんな飲食店が出たりとか、本当にアメリカでは一大国民行事としてお祭り騒ぎになっているような状況で、その、結構そのスーパーボールのイベントってお金持ちの人が集まるんですけど、ジェットはだいたい1100機ぐらいその来るって言われています。スーパーボールウィークのホテルの平均の価格はやっぱり人が集まるってことは上がってて、だいたい520ドルから550ドルぐらいって言われてて、その去年の25日から2日までの1週間に比べるとだいたい1440万ドルの収益が見込めるって言われてます。で、そのマイアミで行われて、その南フロリダの地区のだいたいその経済効果、よくなんかそのニュースとかでもオリンピックの経済効果はいくらですとか言われてるんですけど、今回 の, そのスーパーボールの経済効果に関しては5億ドルほど見込まれてる。5億ドル。そのスーパーボールを観戦するチケットっていくらぐらいかかるのとかって思ったりするかもしれないんですけど、それもマジでとてつもなくとんでもない金額です。だいたいその東京オリンピックで一番高い言われてるのは開会式で、その最高価格がだいたい30万円って言われてるんですけど、スーパーボールのチケットに関しては本当にその東京オリンピックの最高価格の30万円じゃ買えないぐらい。スーパーボールのだいたいそのチケットの最低価格が35万円で、平均だいたい55万から60万ぐらいチケット1枚買うのにかかるって言われてます。で、例えばそのお金持ちの人とか、そのなんて言えばいいかな、プライベートサロンみたいな普通のところであの人観戦したりするんですけど、それが大体その日本円でいうと約4000万円で取引されてる。その4000万円っていうと東京でいうと本当にマンションの一室買えるような金額が、そのスーパーボールの個室、スーパーボール1試合の個室の価格で東京のマンションと同じぐらいの価格が動くっていう形ですね。大体そのあの人って試合時間って2時間から3時間ぐらいなんですけど、言ったら東京でその一室一生涯住む家を4000万で買いますっていうのと同じ感覚で、スーパーボール1試合2時間から3時間個室で見ますっていうのが同じぐらいの価格っていうイメージで、実際にこれ2017年度のフォーブスが出している世界で最も高価値なスポーツイベントランキングっていうのが出されてるんですけど、1位はこのスーパーボールで、2位が今年東京オリンピックが開かれるんですけど、夏季オリンピックで、3位が冬季オリンピックっていう形になってます。東京オリンピックに向けて日本も盛り上がりを見せてるんですけど、アメリカではそれこそ東京オリンピックおしゃーって盛り上がって、しゃ今年2020年東京オリンピックはっって感じだと思うんですけど、アメリカでは毎年スーパーボールが行われてるから、そのオリンピック以上のスポーツイベントが行われてる。もうボクシングで言うと東京オリンピック、東京オリンピックやって東京オリンピック2010年に来ましたみたいな感じだと思うんですけど、アメリカではスバロスバロスバロスバボスバボみたいなイメージ、わかるかな。食事っていう面でもかなり経済効果っていうのがあって、その食事の消費量に関してはアメリカの1年間において、それこそ感謝祭の次にスーパーボールっていうイベントが来る。日本だったら、クリスマス、正月、じゃチョコレートだったらバレンタイン、いっぱいイベントあるんですけど、アメリカの場合は感謝祭、次にスーパーボウルで、感謝祭っていうのは、
三社祭七面鳥スーパーボウピザコーラポテチそんなイメージ。ハーフタイムショー今年はシャキーラ若々のシャキーラとジェニファー・ロペスがハーフタイムショーをします。まあ、毎年結構そのすごいアーティストが呼ばれたりとかしてるけど、そのアーティストに関しては基本ノーギャラでアーティストの人たちは出演しています。なんでノーギャラかっていうと、やっぱり向こうのアーティストの人たちにとってもハーフタイムショーに出演しましたっていうのは本当に非常に名誉なことで、今後のそのアーティストの人生を考える上とか、一つのその成功の証っていうのがスーパーボウルのハーフタイムショーだから無償でも出るっていう形の構造になっています。でこのハーフタイムショーに関しては、まあ、都市伝説、有名な都市伝説があるんですけど、それまでは、まあ、ハーフタイムに関しては今ほどその有名なアーティストが出なくて、やっぱりそのみんな試合を見たいからハーフタイムにトイレに行く人が続出して、そのトイレにみんなが行きすぎて、そのある町の水道管が破裂したことがあって、もう大惨事になりましたみたいなことがあったから、なんとかそのハーフタイムに人を釘付けできないかっていうこともあって、そのハーフタイムに有名な人を呼んでハーフタイムショーをやるっていうなんかアイディアが出てきたっていう話もあります。まあ、実際に2007年マイアミで行われた時も、マイアミ支局、まあ、マイアミ市がそのハーフタイムになるべくトイレ行かないでくださいっていうアナウンスをしたり、ハーフタイム中になんか全米で流れる水、そのトイレの水の量っていうのが13億リットル、13億リットルってなんかいまいちピンとこないけど、まあ有名なナイアガラの滝とかあると思うんですけど、そのナイアガラの滝が約39分間流れ続けてる量、スーパーボールでハーフタイム入りました、じゃあみんなトイレ駆け込みます、同じ時間がナイアガラの滝ザーが39分間と同じ量が水に流れてるっていう形、いまいち伝わるかな、伝わんないかな。テレビっていうところに関してかなりヤバくて、何がヤバいのかというと、視聴率に関しては本当に 40% 超えは当たり前で、 50% 近く視聴率を毎年叩き出してる。まあ、アメリカって結構いろんなチャンネルが多いから、それこそ本当に 40% から 50% 視聴率を取るっていうのもなかなかないことで、本当に歴代の視聴率ランキングトップ10の中には9つスーパーボールの試合がそのランクインされてるっていう形になって、約6割の人が見るって言われて、1億1000万人がスーパーボールを観戦するって言われてます。1億1000万人というと、日本の人口が今どのぐらいだろう、まあ、1億人前後だと思うんですけど、本当に日本の国民全員がスーパーボールを見てる、アメリカではスーパーボールを見てるっていうイメージ。まあなんか日本の規模で捉えるとちょっとどうなのかなっていうところあるんですけど、そんぐらいのスポーツイベントが今週2月2日、まあ、日本時間でいうと2月3日の午前8時半から開催されます。30秒の CM がだいたい約5億円でその1つ買われている。だから30秒を1秒あたりに直すと、だいたい1666万円。で、トータルでこのスーパーボールに関しては、約5億ドル以上の CM、コマーシャルの収益を上げているっていう計算になります。それこそまあ1億1000万人とか視聴する規模だったら、企業側もやっぱり気合い入れてお金かけてその CM の一つの枠を取りに行って、で、そのスーパーボールのための CM っていうのも制作したりとかしてるんで、やっぱりそのアメリカっていうのは、まあ、元々アメリカはアメフト人気があるけど、スーパーボールっていうイベントを中心にして、まあ、いろんなテレビであったりとか現地の旅行観光であったりとか、それに伴うコマーシャル CM 広告っていうところがとか、まあ、あとエンターテイメント、そこに付随して、あとエンターテイメントっていうのが付随して、このスーパーボールウィークっていう1週間を作っている。だからこのスーパーボールウィークっていう1週間に関しては、そのアメリカ人であったりアメリカにとっては本当にとてつもない重要なイベントとなっています。まあ、日本では朝早かったりとか、なかなかそのアメフトっていうのが身近な存在じゃなくて、アメフトとラグビーってどう違うのっていっぱいあると思うんですけど、まあ、僕も実際に大学社会人でアメフトをやってたりとかしてたんで、まあ、今後そのアメフトのルール解説であったりとかもしていきたいと思います。このスーパーボールの動画に関しては、まあ、ハーフタイムショーであったりとか、そのどっちかというと経済どんぐらいすごいのか、どんぐらい すごいイベントなのかっていうところにをちょっとピックアップして話した形になりますが、まあ、2月3日の朝8時半からまた多分夜とか再放送あると思うんですけど、その時にちょっと見るきっかけになってくれたらいいなと思います。僕もやっぱりアメフトやってただけに、まあ、NFL であったりとか日本のアメフトっていうとこ、スポーツっていうところを知るきっかけとか見るきっかけになってくれたらいいと思うので、この動画を作りました。スーパーボールは毎年本当にドラマチックな展開の試合が多かったりとか、
それこそ屈強な男たちがぶつかったり、あとはその走り回ったり涙してる姿っていうところは本当に熱狂的でもあり感動的でもあるイベントなので、ぜひ見てください。スーパーボウル絶対楽しいこと間違いなしですね。だからまあ今回はいろんな入り口としてあの紹介しましたけど、それこそかっこいいマッチョな男を見たいであったりとか、本当に熱い熱狂的な試合を見たい、あとはそのハーフタイムのショーを見たい、まあいろんな切り口からこのスーパーボウルっていうところを楽しんでもらえればと思います。それじゃあみんな楽しみ、スーパーボウルやさ。 Number 52 Ray Lewis。